さて、2011年最初の DGS ですが、ゲストに遊佐浩二さんをお迎えしてお届けしております。はい、よろしくお願いします。はい、うん。ここからはお正月の DGS 恒例行事になってまいりました。それぞれの2011年の目標を3人で協議して決めていきたいと思います。なるほどね。ご存知の体で来るけど。毎年恒例も何も、これ正月迎えたの初めてなんだけど。おなじみの。まあ、ゲストをお呼びしてですね、うん、まあ、3人の目標を勝手にそれぞれが決めるっていうですね。なるほどね。相手に決めないまずほら、他人の方が自分よりもなんか分かってることってあるじゃないですか、うん、見えてることはあるよね。自分よりよく見えてたりするからね、ということなので、ちなみにですね、去年何を目標としたかと言いますとですね、私がですね、はい、ディズニーリゾートにグループで一泊おいかがわしい、はい、とですね、酒とタバコと女と喧嘩というレンチな、そんなハレンチな目標を2つも立てた。俺だってこれで T シャツ作りましたもんね、はい、酒とタバコと女と喧嘩で、というですね、目標を立てたんですよ。そして小野くんが、はい、カイゼルヒゲを生やすお見事られました。見事なヒゲをでしょ蓄えて、うん、どうかねどうかねもうアクションも見えないしもう恒例ですよ。なるほどね、ラジオ恒例です、まあ、その昨年のね、その目標が果たして達成できたのかどうかですよ、うん、小野くん達成できた。最近気づいたことあるんですよ。何でしょう。ヒゲ生えねえのもう植毛だよ。そうそう。ああ、そういうことか。今だって頭にね、貼るやつもあるからだよ。ありますね。つけてもらえばいい。そういう口ヒゲでさ、つけろよ、うん。それは脱着可能ですかね。いや、結構持つらしいよ。持つから大丈夫。持つんですか、うん、急にでもつけてるんですよね。そうだよ。だんだん生えてくるんじゃなくて。うん。うん、急にだから明日から俺カイゼルヒゲつけておはようございます。だってお前目標として掲げたんだろ。掲げられたんだよ。もう言ってんじゃねえよ。掲げた掲げた、うん、掲げたよ。もう僕なんかもう叶えてますからね。女と喧嘩。もう酒とタバコと女と喧嘩に明け暮れる日々でしたから。どれだよどれどれだよ。まず酒は。でもう酒もうガンガン飲んでましたから。もうすぐテキーラ。イメージだけで言ってるんですよ。すごく適宜。もうカッタバコはもうライムですね。イメージだけだろ。本当にもうタバコはもう常に吸ってましたしね。見たことね。もうあの値段が上がろうが関係ないですよ。金出せば買えんでしょっつって。なるほど。女と喧嘩は？いやもう女も毎日毎日特会控えですよ。もう目があったらもうすぐ。もう投げキスでもうすぐもうホテルですで、あとはもうその喧嘩はもう日常さん味でしたから。小野くんのことももうあの3日に1回殴ってましたから。それはね、それは別に小野くんは望んでることだからね。たまに確かにちょっと小疲れるんだよ、まあ、いい加減にしろっつって。それ目標だからしょうがないよ。あれ喧嘩だったんだ。まあそんなんで僕は完全にあの目標達成してますからなるほど。まあこんな感じですね、2011年の目標を決めていきたいんですよ、うん、どうしましょうかね。まず亀さんですかね。僕いや言うね、まあ、ね、2010年は女と喧嘩じゃあ達成されたって、ね、荒くれたわけだから、荒くれ者ですから。逆にね、2011年はちょっと構成してもらわないといけない。おお、社会奉仕的なことを社会奉仕やってもらわないといけない。2011年社会構成しました。まあでもそれはいいんじゃないかね、構成、うん、具体的に何がいいかな。あれだな、何、ゴミ拾うとかですよね、社会奉仕って言えば。まあ一個だって小野くんの介護は常にしてるわけだから。まあそうです、社会奉仕してるんですよ。ありがとう、社会奉仕かもしれませんね、うんうん、あとなんだろうな、あと何がある、あとなんだろうな、あのこういう時の小野くん絶対何も浮かばないタイプ。あ、何も考えてないんだ、いや、あ、黙るなよ。ラジオでパンパンパンじゃん。まあでもこの3年で腕上がってるんでね。うん、募金。募金？募金ですか？募金に募金。あ？伊沢さん何かありますか？まあでもユッチーはユッチーでさ、うん、もうやっぱり完全にドSキャラを僕以上にもう確立してるわけじゃないですか。そうですよ、人に優しく。あったぞ、なんかそんな。いやいやいや、優しくしてますよ、僕。もう達成してるじゃない、この DGS に出てるんだもん。優しい。なんだろう、優しいじゃん。優しいね。かなりなことでしょう、だって。まあね。大怪我を覚悟しないといけないわけでしょ。ほんとそうです。かたくなにね、うん、去年はね。一人歩きをしたわけでしょ。ファミリーじゃないって言ってたけど、うん、もうすでにすっかりファミリーですもんね。この番組に来たこと。ファミリーなの、僕。ファミリーですよ。もうお兄ちゃんですよ、もう。うん、そうなのか。いきなりお兄ちゃんで入るの、俺。お兄ちゃん。イベントに出たらもうファミリーですよ、うん、まだ出てないから、まだギリギリセーフ、まだギリセーフ、セーフって言っちゃいけないから。
いいいいじゃあ頑張りますよ。おいいじゃないですか。もうでもあれですよ、よしイベントに出るっていう目標。イベントに出るってなんだよ。今目標にするよ。出るっちゃったから。出るっちゃったよ。目標じゃねえし。去年の中に行っちゃったよ出る。全勝します。全勝は晴れたら出る。カメハメハだよ。雨降るな。パシフィコでしょ。そうです。ちょっとストロークがあるからさ。ね、屋内。出て。お願い。頑張るよ。じゃあ小野くんは何なの。小野くん足りない要素いっぱいあるからな。なんだろう小野くんのさ、うん、さっきも言ったけどその全裸に対する憧れは一体何なんだろうね。全裸キャラ目指そうか。それ。ダメだ。ちらっと外のマネージャーを見る。ダメだって。夏場に灰色の T シャツを着ろよ。出た。マティアセマンだ。それは、うん、チャレンジですよね。チャレンジ。君はちょっと今勇気をね、2010年は勇気が出なくて着られなかったわけだから。もうずっと黒か白しか着なくなっちゃったんですよ。うん、ああ、じゃあもう今年は脇汗どんどん描いていこう。うん、なるほどね。脇汗描いてない小野くんなんて小野くんじゃないから、それこそもうチャージマン兼のジュラル星人を見破る時のように、鏡に映ってない、奴はジュラル星人だみたいなレベルで、そう小野くんは、あ、脇汗を描いてない、こいつは小野くんじゃないなぐらい。誰だお前。それが俺なんだっていうね、主張していけばいい。そうですね。脇汗を隠さないってのはどう、うん失笑。うちのマネージャー失笑。じゃああの T シャツ着ますよ。あのせっかく作ったんで、ね。ああ、脇汗 T シャツ。脇汗 T シャツあるじゃん。あれ着てイベント出ようや。あれ、そうね。あれ着て、DGS じゃないイベントに出よう。ただ、2枚着てるんですよ。重ね着してるんです。重ね着してるんです。みんなに気づかないんだけど、下着てたよっていうのどうですか。あどっからちょっとチラ見せするとか、ね。チラ見せするだったりとか、うん、まああれ1枚でも結構オシャレだから大丈夫大丈夫ですかね。うん。いけると思う。ひっそり着てみるっていう。うん、どっかで着ます。ああ、じゃあちょっとまとめてみましょうか。はい、まとまるかい、今。まあでもいいんじゃないですか。僕はじゃあ社会奉仕。社会奉仕。何かしらの形で社会奉仕ってことでいいんじゃないですかね。ということで、じゃあまとめていきますよ。はい。宣言します。神谷浩の2011年の目標は、社会奉仕である。続きまして、小野大輔の2011年の目標は、若 T シャツをいずこかで着る。さあ、私湯沢浩司の2011年の目標は、晴れたらパシフィコのイベントに出る。一人一人著しくハードル低いんだけど、どういうことだよ。それすごい思い切ったけど。だって君たちは毎年毎年振り返れるからいいけど、俺はここで目標を立てたところで来年出られる保証もないわけ。じゃあ来年呼びます。また達成しましたか。来年呼ぶ。1月のゲストでまたゆっち呼びますんで。やってんのかこの番組。取り消せよ。今の取り消せよ。俺の力で4月に終わらせやってもいいんだろ。そんな力で。まあでもこの番組の目標としてはね、やっぱり来年もこの番組続けてですね、ゆうさんさんにゲストに来てもらうということですね。大きな目標になりました。はい、というわけでですね、まあそろそろゲストのゆうさんとはお別れの時間となってしまったでございます。もうですか。もう言い換える準備してるじゃないですか。だっていいこと一つも言ってない気がするじゃない。いいことは言ってない。ちょっと最後にまあ好感度が下がってるじゃないか。4月の23日の土曜日にまあイベントもございますけれども、まあちょっと来ていただいた感想とですね、ちょっと最後にじゃあいいこと言って締めていただきましょうか。はい、そうですね、小野くんとはそのイベントまでもう会うことはないかもしれませんけれども、イベントではよろしくお願いします。皆さんね、あの微力ながら頑張りたいと思います。できるだけいい寺イケメン司令官をお届けできるように、諏訪さんが頑張ります。僕はただモテるものを全て発揮するだけです。そして来年 DGS の新年一発目に出ます。新年最初のゲストは湯沢浩司さんでした。ありがとうございました。